ドキドキバクバク、リュウジ君です。イエイイエイイエイ。はい、今日は残念ながら、雨が降っております。珍しくね、今日はローラースケートじゃありません。はい、今日は6月1日ということで、割とね電車の中も結構混んでました。さあ今日はですね、まあもちろんねダメと分かってはいるんですけども、ある存在のそばに今日は少しでもいたいなと思って来てしまいました、ね、後ろとか見るとまあ分かっちゃう人も分かるかな。6月といえば何でしょう。そう、正解です。僕の誕生日、リュウジ君の誕生日です。はい、いやそういうことじゃなくてそういうことじゃなくて、実はですね、そのある存在の誕生日月です。だんだん近づいてきました。もう9時半過ぎてるけど、解除されてすぐに6月1日にはね開いてくれるかなと思ってたんだけど、はい、着きました。上野動物公園、イエーイ、来ました。ここです。もちろんね、当面の間臨時、休園いたします。このすぐそばにねいるんですよ。もうね、中国に帰国してしまうシャンシャンが、シャンシャン、6月12日で3歳の誕生日。なんか今日からネットでシャンシャンぬいぐるみを販売してるらしいです。後でね注文して買いたいなと思います。うわー、誰もいない、誰もいない。いつになったら開いてくれるんだろう。上野ズー、上野ズー、あーめっちゃ近くにいるんだけどな。せっかく来たんだけどな。2020年6月1日です。シャンシャンの誕生日月、6月がスタートしました。しかしね、全然こんな、全然いないですね。もちろん閉園してるし、雨も降ってるし、何しろ今年でね、あのシャンシャン中国に帰ってしまうんで、それまでの間に、まあ、少しでもね長く会っていたいし、で、まあ、コロナのね、まあ、この影響もあるんで、できれば返還先である中国に談判して、もう1年伸ばしてくれっていう風に、ね、言ってくれたら本当に嬉しいんですけど、まあ、この限りあるねこの時間の中、あと何回会えるかっていうのを楽しみにね、しております。上野動物園さん、6月12日までには開けてください。なんかちょっとなんか間違ってペロッと顔出さないかな。ペロッと、まあ、出すはずないんだけどさ、なんかね、なんか帰りたくないわ。ね、いても会えないしね、やってないわけだからしょうがないんだけど、よし、もう必ず今月ね誕生日に会いに行きたいと思います。6月12日に。はい、会えなかったんで、あのすぐね近くのねカフェでねちょっとね休みながら、シャンシャンのねぬいぐるみをね買おうと思って今調べ中なんですけど、なんかねサイトが混雑してるのか混み合ってるのか全然ねなんか開けなくなっちゃって、ぬいぐるみも買えないっていう状態、どうしよう。